い、皆さんこんにちは。いられて遊ぶの時間です。今日は、立体のボタンみたいなものを作っていこうかなというふうに思います。ウェブ上とかのボタンで使ったりとか、まあいろんなところ、まあいわゆる 3D というやつを使うんですけれども、3D っていうとなかなかちょっとハードル高いようですが、比較的よく使うものとしてこういうボタンみたいなものを 3D 化することがあるので、今回はそれをやっていこうかなというふうに思います。それではスタートです。よろしくお願いいたします。はい、それではやっていこうというふうに思います。じゃあまずは何はなくともイラストレーターを立ち上げて新規ドキュメントを作ってください。とりあえず印刷の A4 サイズで私は作ってみました。皆さんはどんな形でも結構です。で、今回は 3D ですので、3D のボタンですので、なんかこうボタンになりそうなものをいくつか作っておこうかなというふうに思います。角丸のものであるとかという感じですね。で、色は分かりやすいように黄色にするかな、はい。で、これ一応2つ作っておくというような形にしておきましょう。で、実はこの 3Dっていうのはイラストレーターの効果のところにこの 3D とマテリアルというのがあります。ここの段階で上の部分に表記されている5つの部分は最新版ということですが、一番下にクラシックというのがあります。これはまあ古いバージョンのやり方のものですよ、昔の形のものですよという形のものを表現しているんですが、実はこの最新版とクラシックでは大きく違うところがあります。端的に言っちゃうと、最新版は、アピアランスを分割した時に写真で表現されてしまう。クラシック版の場合はアピアランスで分割した時に、パスで表現されるという違いがあります。で、アピアランスって何なのって言われると、なかなか表現、説明僕も難しいんですが、いわゆるイラストレーター上でいろんな効果がかかってる、影をつけたりいろんなこう立体をしていく効果がかかっているのを、もともとはこれなんだけど、そのまま効果がかかった状態の表示で見せているもの。これが本来のもの。まあ、これがいわゆるイラストレーターの、効果によって表現されているものだと思ってください。で、アピアランスを分割するとどうなるかというのが、その効果が表現されているので、いろいろ編集できるんですが、もうそいつを本物の形にしちゃうということが、できるという形、ものだと思ってください。つまり、効果がかかっているもののままにしておくのか、もうそれをもう実物のものに変えてしまうのか、実物のものに変えてして、変えてあげると、例えば古いバージョンで、最新式の効果がないものの時には表示できないということが解消されて、元々の形として表現されると。そういうものがあります。なので、最終的にはアピアランスを分割してあげるという操作も必要になってくることがあるかもしれませんね。まあ、最新バージョン同士でやるときにはそんなに問題ないかもわかりませんけれども、効果を効果のまま残すのか、もう効果を最終段階としてそれを実物のものに変えるのか、これがいわゆるアピアランスの分割と言われるものだと思ってください。じゃあまずちょっとやっていきましょう。丸の部分から丸を選択して、効果から 3D の押し出しとベベル、今回はこの 3D 結構やっていくと難しいんですけども、押し出しとベベルというやつをやっていこうと思います。そうするとこういう表示が出てくると思うので、3段階でいろいろちょっと動かしていこうかな。押さえるところは3段階です。まず一つ目ですね。今もうすでにちょっと斜めから表示されているので、まっすぐ正面にしたいという場合は、ここの回転、真ん中よりちょっと下のところに、オフアクシス法の前面というのが出てます。こいつを普通の前面にしてあげてください。そうすると真正面からの表現になっています。真正面から見てるので、先ほどまでちょっと立体になってもったものが真正面から見えてるので消えてるんですが、ちゃんと奥行きはありますよという形になります。なので、まずは一番最初は前面にしてあげる。これが一番です。次ですね。
ベベルというやつを操作してあげましょう。ベベルというやつ、本来はここ、チェックがもう入ってない状態なんですが、チェックを入れてあげてください。そうすると、ここの操作ができるよという形になります。で、すでに今、クラシックという表示になってるんですが、クラシックはいわゆる角の部分がこう斜めになっているような状態ですね。で、角の部分をなるべく円形にしてあげると、角が柔らかくなるよという形になります。もうちょっとアップしましょう。はい。この状態になります。で、あとはいろいろ幅であるとか、こういう高さであるとかは自分で調節してみてください。まあ一応50、50にしておこうかな。で、繰り返しっていうのは、いくつか繰り返すよという形。これはあんまり触らないと思います。なので、二つ目がこのベベルというやつで円形にしてあげると、いい感じになるかなという感じが二つ目です。三つ目です。ライトの位置を変えてあげましょう。これ立体になっているので、今右上のこの丸のところですね。上のライトのところを選んであげるとこういう表記が出てきますが、ライトの今この丸があるところの方向から光当ててますよ。なのでこっち側は明るくて、こっち側は影になると。そういうようなイメージだと思ってください。ライトの位置を変えてあげるとこうぐる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 影の位置が変わるというような形になります。真ん中に持ってくるともう正面からなのであんまり影が見えないかなという感じになりますね。はい。で、この状態。で、あとはこの色の部分、下のカラーのカラーの下の部分ですね。強度であると、白が、より明るい白の部分が出てきたりですとか、回転はあまりいじる必要がないかなと思いますが、一応回転すると、これとほぼほぼ同じような形になると思ってください。まあ、135ぐらいが本来の形なのかな、ちょっとわかんないですけれども、まあ、そういうような形にしてあげましょう。高さは光のライトの位置だと思ってください。ライトの位置を近くから当ててるか、遠くから上げてているかによって、影がいっぱい入ったり、影が小さくなったりと、そういうようなイメージですね。柔らかさは、影と、影、グラデーション、影のグラデーションの部分がより、細かくなると、そういうようなイメージです。で、下にシャドウってありますが、これは無視で結構です。シャドウチェック入れるとこういうものがつくと、そういうようなものだと思ってください。なので、まず一番最初は、全面にする。二つ目が、ベベルをチェックして円形にしてあげる。三つ目が、ライトでいろいろ操作してあげるというような形ですね。で、さらに、どこになるのかな？これが奥行きになるのかな？奥行きは関係ないですね。どこやったかな、幅かな。幅のところをこう変えてあげると、光の当たる位置がちょっとこう、なんでしょう、短くなったり、長くなって、もうほぼほぼこれだと円形になっちゃうような形になったりとか、そういうものがあります。なので、ここの幅なんかを利用しつつ、影の位置なんかも利用しつつ、色の濃さなんかも利用しつつ、というような形で、で、ライトを増やすこともできるので、ここでプラスしてあげると、さらにライトが増えるという形になります。なので、あえてこの部分で強度を抑えてやりつつも、こっち側は強度を上げてあげると。そうすると、こっちが明るくて、こっちが暗くて、みたいなものが出来上がるという感じになります。というような形で 3D のボタンが出来上がるというような感じだと思ってください。で、アピアランスのところでいつでも編集可能できるので、今、まあ、いわゆる本物の形というよりかは、効果が効いてるので、アピアランスでもいろいろ変更できますよというような形だと思ってもらったらいいかなと思います。はい。じゃあ、これがまず、いわゆる一つ目の方法でしたね。一つ目というか、まあ、最新の方法になりました。もう一つの方法。これ、いわゆるクラシック。僕らよく昔やってたやつの、クラシックのやつだと思ってください。対象物が選ばれている状態で、先ほどの効果から、クラシック、押し出しとベベルというやつを選んであげます。で、ほぼほぼ、設定はよくよく似てますが、もうすでになんかちょっとここ段々になってるような感じ。これが先ほどにはなかったんかなと思います。なので、こういう、そういうところも踏まえてちょっと操作していきましょう。まずは一番最初。ボタンの位置は違いますが、全面に変えてあげましょう。
前面に変えてあげたら次はベベルのところですね。先ほどチェック入れる必要がありましたが、昔熱はありません。変えてあげるとすでにこういうような形になります。はい、3つ目です。高さはベベルの高さになるので、変えてあげるとベベルの高さが変わるよという形になります。はい、でこの状態で、あとはライトの位置を変えてあげるというような形にしてあげると。で追加したいときには先ほどと同じ四角にプラスボタンを押してあげると、まあ、例えば上と下でこういうような形のものができるよという形になります。で、あとはもうパーセンテージを変えながら表示をいい感じの表示に変えていくというような形にしてあげてください。まあどういう形がいいのかちょっとわかんないですけれども、いろいろこう自分で操作しながらいい感じのものに変えていくと。で、ここの一番下のブレンドですね。ブレンドがいわゆる先ほどのこのガタガタの部分だったんだというふうに思ってもらったらいいんですが、今ちょっと効果がかかってるので、もう一回こう、戻らんかな。戻らないかな。戻らないかな。ちょっと分かりづらいかも分かりませんが、いわゆるこのブレンドの数というのは、この数が増えれば増えるほど細かくなるよというようなイメージのものだと思ってください。ただし、あまり細かくなりすぎると、後でこの先ほど言ったアピアランスを分割したときにパスで表示されるので、古いバージョンの場合はパスで表示されるので、そこがちょっといっぱいデータが重たくなる可能性があります。まあ、だいたい50ぐらいかなっていつも僕は思ってやってます。で、この状態。で、さらに光の当たり方の位置のところの以外に、基本を、もし、これですね、ここの部分が出てなかったら、ここのところの詳細オプションってやつを選んであげてください。そうすると、この表示の部分が出てきているという形になります。ひょっとすると皆さん最初に、表示させた時にはこの形になっているかもわからないですね。はい。なので、まあ、こんな感じでこう作っていくというような感じにしたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。はい。という感じで、こういった感じで 3D のものが2つ出来上がりました。じゃあ、先ほど言った、その アピアランスを分割したときにはどうなるかということを見ていきましょう。まず一番最初、効果がある状態で今表現されているというふうに言いました。これ普通の黄色の丸やったんですね。で、これを今効果がかかってるからこういう形ですよ。こちらも同じ。効果がかかってるからこういう表示になってますよという形になりますが、オブジェクトのところからアピアランスを分割してあげると、今こういうような形になりました。つまり、これも1枚の写真なんですね。なので、どこを動かそうと思っても、1枚の写真だと思ってください。こちらをアピアランスを分割してあげると、パスに変わりました。なので、例えば、アップしてみると、これはもう写真なので、どこを触っても1枚の写真ですが、例えば、ここの部分だけというのをこうパスで選べる状態になっていると。なので、極端な話を言うと、ここぐわっと動かすとこんな形にもなっちゃうよという形になります。で、写真じゃなくてパスになっているというような違いがあるというところを押さえておいてください。じゃあ、それがどういう時に役立つかというのをやっていこうと思います。今度は四角でいこうと思います。四角のところで同じような形で何か、作っていこうかなというふうに思います。じゃあ、これは普通の状態ですね。普通の状態のままで一旦これで OK しておきましょう。もう一つ、こちらの状態も一番最初のこの状態で押し出しとベベル、この状態にしておきましょう。はい。で、これで同じものが2つできています。で、ちょっともう、色の違いが出てるところはあるかもわかりませんけれども、こちらの方はアピアランスを分割してあげると、やっぱり写真です。なので、写真なので全体が動くよという形になります。じゃあ、クラシックの方、こちらの方をアピアランス分割してあげると、これが面に変わりました。面に変わったので、例えばこれだけ動かすことができる。
これだけ動かすことができる。あるいはここだけ色を変えることができる。ここだけ色を変えることができる。こういうことができるんですね。こちらは写真なのでできないんですが、パスでクラシック版だとこういうことができるよという違いがある。そういうふうに思ってもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。で、例えば何かこう、土台のようなものを立体で作りたいという場合的にも、こういうのは効果を発揮します。同じような形で効果から押し出しとレベル。で、今回はちょっと前面にしておいて、先ほどとよく似た形にしておこうかなというふうに思います。円形にしてあげて、どこになるのかな、まあ、仮にこういった形の円形のものを作ると。仮にまあこういった感じの円形のものを作りました。はい。で、もう一つの方はクラシックでやっていこうと思います。クラシックで同じような形ですね。まず前面にしてあげて、ベベルを角のない形にしてあげて、で、高さを上げつつですね。で、ちょっとあとはいろいろ。効果を変えてあげるというような形にしてあげる。はい、こういった形のものにしてあげるという感じにしました。で、この時に例えば、分割、同じような形でアピアランスを分割してあげると、これはもう写真です。なので、ここだけを動かすとか、あるいは、皆さんだとバウンディングボックスの表示かな。こう動かしていっても、もう写真の形で、まあ、こんな形でこうしか動かすことができないというようなものだと思ってください。こちらの方、パスで出来上がっているので、アピアランスを分割してあげて、例えばダイレクト選択ツールを使ってあげたら、下の部分だけこう、全体のこの感覚、立体の感覚は同じで動かすことができるよ。よく広告でこう上に文字を載せたりするときに四角の大きさがちょっと変えないといけないとかっていう場合だったら、こういうような形にしてあげると、自分の好きな感じのところで動かすことができるという形になります。まあこれちょっとバウンディングボックスだとね、先ほどと同じような形になっちゃうんですが、これ写真の方ではそういうことができないというような形になっているので、まあこういう違いがあるということを踏まえて、結構クラシックの方がいろいろと使えるんじゃないかなというところがあります。まあなかなか最初のうちこの立体 3D 難しいかもわかりませんけれども、こういうボタンなんか割とよく使うのでね、ボタンの作り方ぐらいは押さえておいたらいいんじゃないでしょうか。それこそね、なんかこういうイラストを持ってきて、こういうボタンの上にイラストが載せてられているというような場合とか、こういうような感じのものをちょっと表現したいとかいう時にも便利ですし、先ほど言ったなんかこう、枠を作りたいんだけれども枠の中にちょっと立体感を出したいみたいな時には、古いクラシックのバージョンで動かしてあげると、そういう風にしてあげるといいですし、サイコロの面を、いろいろ色変えたいとかっていう場合だったら、この部分で色を変えてあげるというようなことをしてあげると、こういろんなサイコロのものできるというような感じになります。ぜひぜひこういうのがあるということを踏まえて使ってもらえたら嬉しいかなというふうに思います。ということで、今日は 3D を使ったボタンの説明を行いました。まあね、やっぱり自分で経験してみて、どこの数値を動かしたらどうなるかっていうのを踏まえながらやってほしいとは思うんですけれども、最新のバージョンが常に、便利かというとそうでもないよ。クラシックのものの方が便利な時もあるよということをこう踏まえて、使い分けしていってもらったら、いろいろ面白いものができるんじゃないかなというふうに思います。
それでは皆さんまた次回お会いしましょう。さようなら。